行くか。どうせ。無事。19連敗が、19敗が効いて、2100ぐらいになりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。無事シルバーに来そうです。プレイスメントも負けまくってね、3勝7敗ぐらいかな。なんか甘い考えで2500付近かなと思ったら2160ぐらいだった。やべえなって。ザリア練習してないんだけど、やべえ、うわっくす取れたな。カルボナーラうまいやん。カルボナーラ船長、カルボナーラ船長すげえ。俺がいなくても勝てるやつだなこれ。やべ、いや何もしてないな。痛い。してね、ちょっとこれか変えた方がいいんじゃないかこれ。戦いは終わっていない。すげえ、カルボナーラ船長スマホですか。ゴールド帯で遊ぶ。ひどいな俺のザリア、俺のザリアひどい。やべえ、じゃカルボナーラ船長にやってもらおう。たまったら、
まあ、ちょっとヒヤッとしたな。ちょっと遅かったな、ちょっと。あ、ちょっと早かったわ。80% ぐらいだったんで。カルボナーラ船長、もうな、こいつスマホだろ、スマホですか。ちょっと見てやろう、リプレイで。まあ大体プラチナの源氏っていうやつは把握してるんで。やべえ、ちょっとこっちに行くべきじゃないんで。豚が、うん、俺はチームが強いな。ボナーラ頑張れ。さすがボナーラ、さすがボナーラ。いや、カルボナーラうますぎだろ。これ無理だよ絶対。源氏出そうが、いった。まあ次で終わりだな。負けは認めない。ネクスト。まあ俺いるかなって感じだよね、これは。あと1回攻めるかどうかって感じですけど、無理だな。入った、入った、入ったっぽいな。入れなかった。いや、カルボナーラ、カル、こいつサブだな。まあ、サブではあるな。え？あ、そっか。あ、な、あ、あ、ザリア使った使ったっていう。じゃあな、ナノミーって感じで。ちょ、見てやるか。なんか、時間がかかるって言われるにはすぐ見つかったな。
まあ、どうやらこのアカウントはブラウチナにはなれそうかな。どうなんだろうな。やっぱりザリアかよ、また。やっぱりやるべきじゃないよ。なんであんだけ連敗したら。いやー、戻すの大変だな、あのアカウント。さっきのチーム強かったからな。つか、ゲンジが強かったからな。なんか DPS 多くない？はあ？いや、向こう、クソだな。こういう時って、ザリアとか出してもしょうがないよな。いやいや、これがオーバーウォッチだよ。これが、オーバーウォッチ。向こうじゃなくてよかったって感じだよ。ヒーラーいないよ。これで負けたらラジだな、本当に。
ちょっと待って。戦線復帰。いやマジかよ。さらなる検証が必要です。痛い。さらなる検証が必要です。モイラ強い。発明の起源は創造にある。副作用のピーナッツバター中毒。いや、ちょっと、ボールが突っ込んで。
ボール、ボール行ってよ。豚のはいいかな。ラインハルトでもいいな。メイがいるからな。うわ、ダツさ。よしよし。やべえ、負けるやん。ラインハルトなかったかな。これ誰なんだろうね、向こう。誰ってか、まあ、デュオやっとけば。
バレッジ石田で、なんで、ルシオなの？あの野郎。いや、なんかゴールド混ざって、さっきプラチナばっかりあったのに。マジかよ。これバレッジ、ちょバレッジしな、舐めすぎじゃねえ。ちょ、攻めろ攻めろ、ちょっと、ちょっと俺ちょっと待って、豚、いや俺ね、誰起こしたの、誰だ、起こしたの誰だよ。いや、これナノゲンジやっても取れる気がしない。上に飛んでくんないってな。ダメだ、ダメだ、いやうーん、なんかこの拠点を取りに行く
ダメだこれ。え、なんで。この程度で諦めるわけにはいかない。確かに俺も何もできてないけど、やべ、ふむ。なん臭い名前来たな。ちょっと
巨人兵さっきも強かったから、さっき今回も強いな。巨人兵強い、巨人兵強いぞ。このトロールのやつら、全くなのかどうかわかんないけど、え、マジで？今のに足んないの？今ので遅かったっていうのがよくわかんないんだけど。危ねえ。むっちゃ取られたな。やばい。いや、入った。いや、なんだろうな、今の。
このマクリック、クソの役にも立ってた。レート幅がすごい。ちょっと、なんで俺がやるんだよ。豚の方が役に立ってるんだけど、どちらかというと、どちらかというと、この豚うまいな、やっぱり。気持ちいい。穴見て、こっち。穴見て。穴見て。穴。穴。って、穴どこ行ってんだよ、穴。
せいせい。これあ、来てるよこれ。当たんねえ。このよくわかんない。いやマジかよ。銭しかないでしょう。銭しかないでしょう。攻めでしょう。つまずきよ、沖縄アクトから勝利をつかむ。ああ、
終わったなこれは。バボイのピックシャライフラン、これ。ルシオ。これ、ルシゼニじゃヒール回んないでしょ、これ。罠やるから、俺。マーシーやるかな。いや、マーシよからぬ未来しか見えない。あ、巨人兵じゃん。こいつにかけるしかない。無理じゃない？ちょどっからどう攻めてきた？って下に行くのないだろ。いやバスチューン上から撃てやいや、なんで下突っ込んだんだよ。俺によくわからない。ホックやりたい。オリーサ出してくんないかな。でした。うまいね、やっぱ。フックを合わせたい。ちょっと、なんか、他の試合見てると、ものすごく簡単にやるんだけど、
な、ちょっとやってやって、ストップやって、ストップ。え？もう素でやった方がいいわ。ちょっと一回成功させたいよね、オリーサの。もうしないけど来て、成功させます。これは下にいても大丈夫。わっつ。はい、残念。ああ。オリーサ、オリーサ以外が強い。いでで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 、やべやべ、散らしちゃったよ。ストップやって、ストップ。いや、これウルトタンクってやつ。あいつさ、はい、人を鼻クソっていうのは良くないと思う。いくらクソでも鼻クソとかひどすぎじゃない？確かに鼻クソみたいだけど、なんでやめてんだよオリーサー。
嘘、これでストップに縛られない、自由にフックが使える。バスチオンが俺しかいない？飛んだサウンドバックだよ、飛んだサウンドバックだよ。何ですか、決定だ。おりさめやがってよ。でしょ、自負してます。時時光、時時光、早くしろよ。タレジー、迷った挙句のタレジー、もう完全なサウンドバック、サンドバック、サンドバック、ワンタンクという名のボッコ要因。バスチオンじゃない、多分バスチオンだと思う。さっきの味を占めて、俺が豚だったらな、今の引っ張るんだけどな。今のなかなかの、なかなかの頭脳プレイだったね。痛えよ。こいつバカなのか。痛い。あ、なんとか間に合った。
やべ。まだたまんねえのかよ。ちょっとどんだけ強いんだよ。おい、 DPS どこにいんの。トレーサーとか、ナイス。DPS ナイス。どんだけ？行かれる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 。呼び行かれる、行かれる、行かれる。まあ、これはお兄さん、俺のお兄さんのおかげだろ、これ。どう考えても。そう思いませんか。レス75番。はい。必要あるんだって、やっぱり人に認められたいっていう。願望、自己顕示欲。オリーサ出してと一回決めたいよな。ストップからのフック。で、一回もや、オリーサがフックを出せばおのずとオリーサが出てくるっていう。今ならなんと、今ならホックを出すとオリーサが出てきます。一体なんでオーリーホグコース。あ、ここよく見たわ。ここでストップってやって、こう引っ張って、やるから見ててください。よし、今決まったな、決まったわ。もういいかな、俺。もう俺はもう、痛い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 、助けて助けて助けて。え？もう溜まった？ウルトのチートです。なんで飛んでった？
よく、よく守れたの、今。ボブ、ボブ？ボブこっち出した？ここだと、段差があるから、引っ張れないんだけど。よし。痛えよ。やれ、やれ、引っ張れ、引っ張れ。なんか、穴とか引いてくんないかな。オリサ。ボブ強い、やっぱり。とりあえずとりあえず緑の弾出したら引くから、とりあえず引くから、どんだけどんだけ、なんで、イ・モータル、モータルフィールドがあれば俺たちは死なない。ボブタイミング的にどうなんだ今。はい、配信中、配信中なんですけど、一応あの穴どうにかしろ。誰かあの穴どうにかしろ。決めろよ、お前。やばい。オリーサを信じる俺は。待って、ここで。向こうに穴がある、向こうに、向こうに。勝ったな、これ。なんと、ホックを出すと、オリーサが、レス77番、はい。向こうに穴があるし、女の股裏にも穴があるね。そう。女の股裏には、穴がある。秘密の花園って下ネタをやめていただきたい。健全な苦悩チャンネル。引っ張ります。この構成、え？さあ、
さあオリサ引っ張ってくれ。俺がまあそれを引っ張る。俺たちのピタゴラ、俺たちのピタゴラスイッチ。どこ？ウィー、ウィー。俺たちのピタゴラスイッチ見せてやろうぜ。鼻くそ。これファラとかの方がいい。ファラっていうかまあ僕はないかな。なんていうか左から行くべきかなこれ。無理やん、無理やんレトリバー。どこ？あ、いいねいいね。それ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 。あは。え？何？見てる人いるの？あなた見てるやん。あなたが見てます。見てる人いるの？無理だな。ちょっと、ファラとか出さないのかな？はい。無理。はい。そう。そうなの。まあそう。そう。見てる人いない。見てる人いないっぽいな。ここを取らさなければいけるからな。ちょ、飛びすぎじゃない？はぁ？あ、ボブが出た、ボブが。やばい、ちょっと待って、俺も入らして。まあ取られると思ったけどな。いや、防衛見てなかった、防衛。やっぱり五反田ザリア。ゴールドの匂いがしてきた。まあ2300かな多分。
もうちょっと濃くしたいな。濃くなんないのこれ。うわ、濃いって。やべえ。クエリさんと同じなんだ俺。光栄だな。あんな1000人もリスナーがつく。あ、クエリさんと同じなんだ俺。小刻みに横に震える。まあ、これだけで俺の役目終わったと言っても嘘だな、ほんと。え？どっから？はい。ありがとう。大事なことだから2回言ってくれたんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。やべやべ。ナイスナイス。ナイスなのか？ナイスなのか？縦割れ縦割れ。強い。やっぱ全員強い。やべえなこれ。
ワンタンクか。え、いらないの俺。タンクやるけど、じゃあホックやるけど。飛ばしてくんな。うっそ、早すぎた。ここ強いなあ、あいつ。アッシュ、アッシュ。こっち引っ張って、引っ張って、引っ張って。引っ張るんだよ。オーリーさん。引っ張ってくれ。引っ張ってくれ。オーリーさん。引っ張ってくれ。ほんま。いや、ナイス。やるじゃないか、やるじゃないか。オーリーさ、お前死ぬぞそれ。お前調子乗りすぎ、調子乗りすぎ。どんだけ強いんかなこれ。
よく落とすな。よく落とすな。落としてるやつ引っ張ってもなって感じですよね。俺のヒーラーがまずかったっていう感じでしょうか。ディーバ行こうかな。なんでディーバにすんだよ。ウィドウマップ前に行かないと、ゴリラ飛ばないと、こう飛ばないと、飛ばないと前に行けないんだけど。強えなこいつ、しんべはい。ああ。おじけ？うん、確かに。全然ダメだな。毒もよれる、おじけも感じない。これもどんだけあれなんだ。頼む頼む、死なないで。源氏のウルトって何だったんだろう。
勝ったやん。これ神明かなり切れられてたのさ。キングスローだ。穴やりたいな。あ、プラチナが見えてきたか。だねーっつ。信念を守るべき。何かゲームないですかね。アンダーテールやろうか明日。アンダーテール、アンダーテール人がいるのにレスが全くないっていう、驚愕の、あれなんですけど。人はそこそこいるのに、レスが全くないっていう。びっくりですよね。やばい、死ぬ。よし、誰にやら、ちょっと。ないなぁ。死にそうやん、俺めっちゃ。まあ、やりますけど。苦悩 CH 終わり、苦悩 CH 終わらないです。終わりません。いやだ、いいよ。臭い。なんか臭い人がいっぱいやってるゲーム。まあ、やりたくないです。で、こういうこと言うと、あれですけど。ロールとか、ロールとか、臭い人しか、スマホゲーとか。死んだわ、俺。さようなら、天さん。あ、生きてる。
兵はまだ死なん。敵が蘇生された。絶対にやりたくない。もうダメだなこれ。3、4D、4DPS。 DPS 強くしすぎ。DPS スキル、ジョブスだっけ？ジョブス？うん。なんで当たんねえんだよ。まあ、臭い人って言っちゃうと、ま、幅広いからね、うん。誰かわからないから。でもなんか臭い人がやってるなっていう。LOL とか、それ系の。同じ人に見て、同じ、4DPS なんてな、無理なんだよ。テンさんさよ。あ、今のうまくない？はい。それは関係ないです。王はやっぱり王だからやっていいと思う。わあ、いいね。なんか嗅覚があるんだろうね、ああいうゲームに対するすごいストレス溜まってるんでむちゃくちゃ痛くなる。なんかでもそういうゲームに群がるシトラっていうのか、何か特殊な趣向があるというか、すいません。あ、こんな戻ってきたぞ、ペイロードは。ゴリラ死ぬ。今さらタンク出しちゃって遅いんだけど、早いんだけど。テンさんさよなら。ザリアのウルトでどうにかなるかな。どうにかなるかな。多分間に合うだよな。もう誰でもいい。
やつら、4 DPS やってくるかな。そうし、それでも勝ちに来るのかな。タンクいるわ。あ、やったじゃん。マジかよ。時間無理。天さん。近いぞ。いや、まずい。あ、豚か。
いや、やつら後悔してるだろうな。どっちだ、キングスローだけやってたいっていう。はい、調子、そう、調子いいな今日。なんかそうですね、調子いいですね。もうどうでもいいっていう感じですいません、何でもない、日々精進して生きてます。あ、カルボナーラ来た、カルボナーラ来た来た、カルボナー、カルボナー、カルボナーラ船長来た。カルボナーラいた時リスナー2人ぐらいしかいなかったから、まあわからないだろうけど、実質グラマスケンチ、グラマスの スマーフです、多分。え？うちは3代目、安弘バスキワラ。3代目、すいません、安弘さん何代いるの？2代目だ、2代目も3代目も分からないです。レス94番、そう、びっくりでしょ。なんか開始開始早々、開始1時間ぐらい見た。源氏カルボナーラ船長、一体オリーサをやってきたぞ。カルボナーラ船長やるから、まくりもやっちゃうから、カルボナーラを信じていく。俺はカルボナーラだけを信じる。後ろにまくりがいる。死んだぞカルボ、アンマテラスにやられた。やべ、やばい、やばい。今その状況で、なんていうか、ヒールはカルボナーラ船長に全振りというわけにはいかない。え、それ無茶だろ、そんなものが通るか。いてててて、だいみ自ら死にに行ったな。え、カルボナーラやってるやん、カルボナーラ。やっぱ船長だわ。生きて帰ってくるし。俺はイモータルフィールドを破壊する男。やべ、すまで、待て待て、むっちゃくちゃ痛いんだって。やべ、カルボナーラ船長が眠らされた。やべ、ちょ、穴いきりすぎ。カルボナーラ船長来るかな。諦めたな、これ諦めたわ。
ちょっと待って、カルボナーラ船長。わかりました。カルボナーラ船長についてきます。そろそろ来ると思うんだよね、ディーパーの。そろそろ来ると思うんだけど。死んだリーパー、ほら、ほら見たことか。カルボナーラ船長。シャッターを決めたい。やめ、やめ、やめって今使うつもりだった。で今使うつもりだったんだけど。いらんかったな、もう。でも、なんで。あ、でもいる。まあ、まあ、まあ、まあ。船長来たな。船長守りたいわ。カルボナーラ船長守りたい。だからゼニで行く。実質、はい。この間のゼルダのパクリゲー、ひどかったね。二度と配信してほしくない。パクリっていうか、公式が認めた？任天堂が認めてる、出してるんだけど。パクリもクソもないんだけど。パクリっていうか、公式なんだけど。いや、カルボナーラ船長やっぱ狙われるわ。強いもん、カルボナーラ船長。それは狙うよ。ちょっと待って、カルボナーラ船長を優先でやるから。なんか上に乗っ、先生船長死んだぞ。何死んでんだよお前。何死んでんだよ。生きっただろ。当たった。いて、ごめん。守る、俺が守るべきだったのに。やっぱか、構成負けってあるからな。
いくら上手い人でも。なんでゼニが、なんでゼニが、なんで使った、しかもカルボナーラ船長を助ける。何が怖いかな、いらないよな。待って、カルボナーラ船長優先で。ちょっと、生きったな。生きったな。カルボナーラ。天さん。やべ。あの穴狙われた時守れなくない？ドゥームから穴、いや、いらんかったな。でマクリーのウルトって無理なんだよね。全然効かないんだよ。なんか見たんだけど、ゼニーの回復量にが追いつかないナノブレード。ちょ見てみようこれリプレイで。ゼニーの超回復が追いつかないよ。これなん、このカルボナーラ何なんだ。新しいアカウント作ってって感じなのかな。困るよね、でもこういう。困るっていうか、なんていうか、レートぶっ壊れるよな。ゼルダのバクリゲってちょっとレスがないから掘り出すけど、アンダーテールのこと、やべ、アンダーテールのこと、
ち当てちゃうよどうせ起きる時間だった、起きる時間だっただろう。はあ？何今の。同時にサージが同時にカルボナーラ先輩、カルボナーラ先輩のここまでか、ここまでか、カルボナーラ先輩もここまでか。まあ、うん、まあまあ大丈夫だろう。死なないように回復してれば大丈夫だ。バスチオンとか出してくるからな。追い詰められると。こういった状況だとバッシオンが出る確率が高い。バッシオンが出た場合、まあでもここだったら上から狙えるからな。バスチューンはいない模様だな。メイが出てきた。ちょっと。危ねえ。まあ、いけるだろ、これ。カルボナーラ先輩って、現地しかできないのかな？まあ、ただ単に現地だけやってたら強くなって、現地だけ強いって感じなのかな。まあウルトたまりましたよ。これ2分もあれば龍神拳でフィニッシュです。クイーンとナノブレードでこのゲーム終わります。俺はウルトを貯める手助けをします。まあ、ナノブレードっていうか、まだ普通に終わりそうだな。バシオン、こういった窮地に
やべえっす。あ、もう 70% 溜まったやん。うん、いけるわ。これやばいんじゃない？これ、割とやばいんじゃないか、これ。やばい、先輩！ウルト使った。アナ死んだ。死んだ、死んだぞ。源氏、源氏行け。見せ場だ、見せ場だ、見せ場だ、見せ場だ。やってる、やってる、やってた。なんもしてねえな。いや、こいつばっかやん。いつもこいつ。カルボナーラに一票。ちょっと待って、ダイヤが混ざってるぞ。ぼっちの時は善意に限る。ザリア、ザリア、ラインハルト、古い構成です。ダイヤ死んだんだけど、ちょ、なんでなんであいつあいつが出しゃばってくんだよ。なんだっけ。痛みは最高の教師。マクリードよろしく。
無理無理たまんねえ、ウルト全然たまんねえ。いや、ハンツ、いやだ、二人抜かれた。はい。ゼルダって何？ゼルダって何？ゼルダのパクリゲーをや。ゼルダのパクリゲってなんだろうな。アンダーテール？どっちかわかんないんだけど。アンダーテールか。アンダーテールだったらまだやりますけど。もう一個のエンディング見るために。え？あ、シャッター持ってる。これはザリアとドラゴンサージですね。ドラゴンサージまでに貯めたい。やべ、もう来る？いや、マジかよ。やべ、たま、いや、マジか。これ攻めてくるぞ、これ。めっちゃ当たる。まあ、サージはたまんないとして、なんだろう。どこにいる？
まあウルトは来ないな。マクリーぐらいか、マクリーがどっかから移動してたら、まあ、それはそれで終わりだけど、マクリーの姿が見えない。まあ、ただなんかこっちの方が弱いからな、多分攻めが、いやまだあるな、サージあるな、これウルトの感覚だけはありますね、私。ゼニンに限る。最初突破できるかな。そうだよな。めっちゃ当たってる。来んのかよ。
あぶねやばいやばい。俺役に立ってるぞ結構。まあ、あとどう？勝った勝ったやん。やっぱあれですね。調子。認定は調子。絶対負けると思った。レス97番。うん、多分ね。控えめに言ってグラマスかもしれない。控えめに言ってグラマスだわ。メイビーってやつ。グラマス。あ、すげえ。ダイヤ狙えるかな。